あー、今日のところなんですけども、今日はね、ピスタチオを使って、ピッツァ作っていこうかなと思います。まあ、ピスタチオってさ、ドルチェ、デザートで使われるイメージが、多分ね、多いと思うんだけど、これをね、ピザにしても、めちゃめちゃ美味しくて。今日は、そのピザを使って、本場にね、負けないようなピザを家で作っていこうかななんて思うんで、早速、やっていきましょう。じゃあまずはじめにね、ピザ生地に塗るペーストから作っていきましょう。今日使うピスタチオがね、このね、もうペーストになってるトミーズで売ってるやつ、これね、使ってあげると簡単にできるんで、今日はこれ使ってあげます。で、ペーストを入れたら生クリームを入れてちょっとね、伸ばしてあげる。これじゃあね、ちょっと硬いんで生クリームを入れて、ペーストの柔らかさはね、このくらいでいいかな。で、あとここにちょっとね、お塩を足してあげます。塩をね、パラッとちょこっとでいいんで混ぜてもらって、はい、こんな感じでペーストはいいでしょう。はい、ではそしたらチーズを切っていきます。今日はね、 100g のモッツァレラチーズの半分ぐらいでいいかな。半分使っていきましょう。で、チーズが溶けやすいようにこのくらいの大きさで切ってあげてください。で、お次にね、このボロニアハム、本来ならモルタデッラっていうね、ハムがあるんだけど、まあそれ使ってあげるのがね、一番いいんだけど、まあ、ちょっと手に入らなかったので、まあ、スーパーにね、まあ、これならどこにでも多分売ってると思うんで、ボロニアハム、ボンレスハムだったり使ってあげてください。はい。で、まあ、切り方なんだけど、まあ、なんだって大丈夫です。まあ、お好みで切ってほしいんですけど、まあ、僕の場合は、まあ、細かく切ってあげてね、まあ、トッピングする際に、まあ、ここちょっと少ないんじゃないっていうところがないようにね、このくらいちょっと細かく切ってあげました。で、あとはね、市販の、普通に売ってる、殻付きのね、ピスタチオ、これをちょっと一個ずつ剥いてあげて、で、上にね、トッピングしていってあげましょう。はい、いけましたね。はい、それではね、今回使う食材が揃いましたので、ではここからはね、ピザ生地伸ばしていきます。それではね、生地に打ち粉してあげて、綺麗にね、丸のまま取っていきましょう。で、今日の生地はね、熟成4日目。これ4日目の生地ですよ。でも、だいぶ常温に戻ってるんで、火の入りもね、いいんじゃないかなと思います。ではね、生地、ちょっと丸くしてあげて、で、真ん中から外にね、まず耳を作ってあげます。で、耳が作れましたので、今度はね、こうやって手のひら使ってね、ちょっと伸ばしていってあげます。もうね、すごい常に戻ってるんで簡単に伸びますね。伸ばしやすいです。で、ここまで来たら、あとはね、ちょっとこの粉を今度はね、払いたいんで、粉、払ってあげてね。で、生地についてる粉も、こうやって、よくテレビとかで見ると思うんですけど、こうやって、左手でこう払いながら、こう、右手でね、押さえてあげて、ってやりながら、伸ばしてあげつつ、
粉を払ってあげる。まあ、こうしてるうちに、まあ、結構ね、粉も落ちて、大きさも、ちょっとだいぶ大きくなっちゃったんだけど、まあ、このくらいでいいでしょう。そしたら、フライパンね、火かけていきます。そしたら、だいぶ温まってきたんで、火力、弱めてあげて、生地入れていきます。油を引かずに、そのまま、シャン。ちょっと生地大きかったね。まあいいや。ちょっと大きかった。で、そしたら、ね、ピスタチオのペーストを塗ってあげる。で、モッツァレラチーズ、なるべくね、重ならないようにトッピングしてあげて、今度ハム。ピスタチオ。で、リコッタチーズ。最後、バジル。粉チーズがなかったから、ちょっとチーズ削ります。はい。チーズ削ってあげて、で、仕上げのね、オリーブオイル。そしたら、蓋しましょう。はい、そしたら下の焼き色ちょっと見てみましょう。あ、いい感じですね。このくらいでいいや。そしたらね、バーナーで炙っていきます。はい、じゃあこんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあお皿に盛り付けていきましょう。よいしょ。いや、めちゃめちゃ贅沢じゃない？ピスタチオをふんだんに使ったこのピッツァ、めちゃめちゃ美味しそうなんだけど。よし、じゃあ食べとこう。はい、それでは出来上がりましたね。いただきたいと思います。いただきます。めちゃめちゃ楽しみなんですけど、食べるの。いやー、お腹すいたなー。お家でね、こんなピザが食べれるなんて。いただきます。いやー、これは美味しい。結構ピザ1枚重いかもしれないですね。ピスタチオペーストとさ、あと生クリーム使って、とハムとリコッタチーズ使ってるんで、結構なボリュームですよ、これ。ほんと、多分これね、本場のピザに負けてないと思います。マジで美味しいんで。いやー、ピスタチオ久々に作ったんですけど、これね、やっぱり、高いだけありますね。ピスタチオのペーストもさ、ピスタチオの実から作ると、やっぱ大変で手間かかるんだけど、やっぱ最初からペーストのやつ使ってあげると案外手間もかからず、このくらいのクオリティでめちゃめちゃ美味しいピザがね、ほんと短時間で作れるから、めちゃめちゃおすすめですよ。ちょっとね、いい値段しちゃうんだけど、それでもね、とっても美味しいんで、いや、これはね、ちょっと試してもらいたい。もうそんなピザですね。ほんと本場にも負けてないと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日はね、ピスタチオを使って贅沢にね、ピッツァ作っていたんだけど、やっぱりね、ピスタチオ高いだけありますよね。めちゃめちゃ美味しくて、本当に美味しいんですよ、このピザが。でもね、なかなかね、ちょっと原価がめちゃめちゃ高いから、なかなかね、真似するの難しいかななんて思うんですけど、よかったらね、おうちピザのレパートリーの中にね、ちょっと加えといてもらって、で、なんか機会があったらね、真似して作ってもらえたらなと。とっても美味しいんで、僕のね、おすすめなピザなんで、やってみてください。という感じでね、今日の動画はこの辺で終わりますんで、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。